はい、どうもー、いったら最初が私が出先まで、こちらでございます。ハンバーグ、あ、ごめんなさい。ハンバーグ、コロッケ、チーズインハンバーグ1、コロッケ2、イカフライ2、そしてトムヤンヌードルです。トムヤンヌードルでございます。いやいやいや、美味しそう。めちゃめちゃ美味しそうです。いただきます。その前に本日はこちら、ブルーでございます。ナイス。ちょっと蓋が開くんですよ。ちょっと開かない。まあ、いいか。はい。乾杯、乾杯、乾杯です。変わらず爽やかだ、爽やかだ、爽やかだ、改めましていただきます。よし、こっちから行くか。もういいでしょう。お湯はいつも通り少なめでやっております。だいぶ少なめです。しっかりと混ぜます。うわー、幅広いわ。はー、幅広いわ。これいい香り、いい香りだなぁ。いいね、いいね、いいね。ミータイクリーミートムヤムクンヌードルです。ミータイクリーミートムヤムクンヌードルです。扇風機つけてます。冷房もつけてます。はぁ、場所い。若干グリーンカレーの匂い、若干グリーンカレー、クリーミーってところでそうなったのかな、ココナッツ入ったのかな。はぁ、あ、面白いなぁ。いただきます。はぁ、あ、いいね。うん、はぁ、あ、いいね。はぁ、あ、美味しいね。爽やかだな、辛い。うん、辛い。爽やかな辛さ、素晴らしい。ライムか、これは。あっちで。ライムか、これは。油揚げの水が、グルコースシロップ、その食品、植物、ここは、辛い辛い辛い。魚醤、うん、魚醤ね、うん。チリパウダー、コリアンダー、クエン酸。あれ、何かな、わかんないな、これ、書いてないな。爽やか。うん、ああ、香料だけでこうなってるのかな。これですよ、この感じがね、よく出ておる。ああ、ああすごい美味しいな。さあ、カレーもいきましょう。あれ、こうだね、ご飯の向きは。よし、まずカレーから。僕はそういうことをよくやる人間です。カレーがいます。うん、うん、美味しいね。あれ、そんな甘くないよ、うん、これだ。あ、後から来るな。甘ネギが、甘ネギじゃない、甘ネギじゃない、甘みが。大人も美味しい浅草カレー。国産の玉ねぎ、国産ポーク、青森県さん、蜜りんご、蜜りんご使った美味しいカレーで美味しいです。お子様はもちろん辛いのが苦手な、大人でもみんな一緒に食べるフルーティーです。ああ、美味しいね、美味しいです。この辛みが口に残ってんのか、そういうことか。うん、
カレーいいな。レトルトのカレーも強いね、本当に。うん、うん、4番いかぐらい、うわ、やわらかくて、やわらかくて、4、おいしいです。いつもならばこれで白身魚のフライ入るとこだけど、白身魚のフライ今日はなし。うん、うん、うん、ああ、うん、辛味スパイスがついてる、スパイスがついてる、そんなの書いてる、これ辛味パウダー付き。なんだよ、気づかなかったよ。ちょっとかけてみましょうか。これは気が利くね、さすがだね、さすがですよ。これなかなかで、なかなかで、これ、はい、甘口にしといて後で調整さしね、いやこれはすごい、調整していいですよとこれは素晴らしいな。全部いっちゃうよ、もったいないから、もったいないから全部入れちゃいました。パウダーこんな感じです。あ、いや、変わる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 、変わります、変わります。いいですね、いいですね。こちらも業務スーパーチーズインハンバーグ、業務スーパーミートコロッケです。うん、全然米食べてないや。うん、素晴らしい素晴らしい素晴らしい。うん、やっぱ辛くなった、当たり前だけど。うん、あ、このカレーも美味しいわ、自分でね作るカレー。バーモントカレーとかさ、ゴールデンカレーとか、ああいう、あ、カレー粉を作って作る、あ、カレーも美味しい。スパイスから作って食べるカレーも美味しい。レトルトカレーも美味しい。知れない、この得体の知れないコロッケも美味しいんだな。こんなトロトロになるのかって、これ毎回言いますよ、毎回言うけど、本当にジャガイモでこんなトロトロになるのかね。どうしてる、不思議なんだけど美味しい。うん、うん、あれ前半全然飛ばしすぎて調整しないともうなくなってきちゃった。
うん、爽やかだな。喉に今、昔はこんなね、外国の味がする、あ、辛いの食べた、食べ物なんてなかなか手に入らなかったですし、手に入ってもさ、なんかそのなんちき、なんつうんだろうな、なんちゃって、なんちゃって感がすごい、まあ食べたことなかったからそんな気づかないんですけど、やっぱそういうもんだったんですよ。でも今のはね、もうほんと美味しい、美味しいし、本当にその土地のというか、その外国の、まあ外国だけじゃないよね、国内のもあるから、やっぱだからその土地の味にね、多分近づいてるんだと思う。本当に美味しいですよ。うん、辛い。辛い、ここ混ざりきってなかった、辛い、うわ、いいなこれ、うん、これ甘、その甘くてってもそこまで甘くなかったけど、甘くて美味しい、しかも辛み、よかった、辛みスパイス気づいて箱持ってね、全然気づかない、そのまま箱ごと箱に入れたままこうしたとこでしたよ。読まなかったこれ、辛みパンダ付きは。ああ、もう途中で味変えられるの大賛成、味じゃない、辛み、混ぜきってなくて、最後の方、辛みが固まっておる、それだけは気をつけてください。まあ、僕はこの辛い、これとトムヤムと合わせておるからっちゅうのもあるんだけど、
いや優秀だな、優秀だなこれ。本当にいいですよ。大満足。あ、ぴったりきました。こうおっしゃった。はあ、愛されるな。あ、いいね。いや、素晴らしかった。あの焼きそばのやつも美味しかったけど、これも美味しいな。ミータイクリーミートムヤ、トムヤムクンヌードル、あれこれシュリンプクリーミーかと思ったの、違うん？タイで作ってるやつですよこれ。そして浅草カレー、これいいですね。スパイス好きです。スパイス忘れずに。今日もとっても美味しかったです。ごちそうさまでした。ほい、頑張っちゃおう。